最終ラップを迎え、コース上にはたった3台のマシン。超サバイバルレースとなった1996年のモナコグランプリで勝利を飾ったのは、フレンチブルーに彩られたあのマシンでした。皆さんこんにちは、モーター天国のレインです。今回は F1 史に残る超サバイバルレースとなった1996年モナコグランプリについて、様々なエピソードとともに解説していきたいと思います。このチャンネルでは F1 グランプリに関する様々な検証、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。投稿者レインの F1 考察チャンネルも始めました。こちらもよろしくお願いいたします。今回はこのような内容を解説していきます。1996シーズンの F1 グランプリは94、95年に2年連続でドライバーズチャンピオンに輝いたミハエル・シューマッハがベネトンから当時低迷していたフェラーリに移籍すると、ベネトンはチーム力が低下。一方、前年までベネトンと激しいタイトル争いを繰り広げていたウィリアムズはエースのデーモンヒルに加え、前年アメリカのカートシリーズでチャンピオンを獲得したジャック・ビルヌーブを F1 にデビューさせ、2世ドライバーコンビでシーズンに挑みました。シーズンが始まると、そのウィリアムズが速さを見せ、開幕戦オーストラリアグランプリから第5戦サンマリノグランプリまでの全てのレースで勝利。ミハエルはフェラーリの再建を託され、5戦を終わって未勝利ながら、完走した3レースでは全て表彰台に上がるなど、さすがの速さを見せていました。しかし、フェラーリをはじめ、前年王者のベネトン、低迷を続けるマクラーレンなど、上位チームのポテンシャルはウィリアムズには及ばず、すでにウィリアムズ一強のシーズンになるのではないかと見られていました。日本勢ではこの年唯一の日本人ドライバーとなった片山右京が、前年に引き続きヤマハエンジンを搭載したティレルから参戦。エンジンでは1992年から F1 に参戦している無限ホンダが、この年はリジェにエンジンを供給していました。またこの頃の F1 では94年以降大幅に改正された安全規定に対応できないチームの撤退が相次ぎ、参戦台数が急速に減少していました。そんな中で開催された96年の第6戦モナコグランプリは F1 の歴史に残る超サバイバルレースとなったのです。土曜日に行われた予選では、モナコ2連覇中のミハエルがセッション終了間際に2番手のヒルをコンマ5秒以上上回るスーパーラップを見せ、前戦サンマリノに続く2戦連続のポールポジションを獲得。モナコでフェラーリがポールを獲得したのはおよそ17年ぶりのことでした。さらにベネトン勢のジャン・アレジ、ゲルハルト・ベルガーがセカンドローに続き、ウィリアムズの一角ビルヌーブは初めてのモナコに苦戦し、10番手と低迷しました。日本のエンジン勢では最上位がティレルヤマハのミカサロで11番手、リジェ無限ホンダのオリビエ・パニスがそれに次ぐ14番手となっていました。そして迎えた日曜日、午前中に激しい雨が降ったモンテカルロ市街地コースでは、レーススタート前から波乱が起こります。朝のウォームアップ走行で、フォルティのアンドレア・モンテルミニがクラッシュ。モンテルミニは負傷し、決勝への出走を見合わせる事態となってしまいます。またこのレースでは、マクラーレンのデビッド・クルサードが、持ち込んだヘルメットのバイザーが曇ってしまうトラブルに見舞われ、急遽ミハエルにヘルメットを借りて出走するという珍事も見られました。そして迎えたレーススタート。スタート時に雨は止んだものの、路面はウェット。ほとんどのマシンがレインタイヤを履き、レースがスタートします。スタートでは、2番手のヒルが好スタートを決め、ポールのミハエルの前に出ることに成功。すると後方でドライタイヤスタートのギャンブルに出たアローズのヨス・フェルスタッペンが1コーナーでクラッシュ。その直後にはヒルにトップを明け渡したミハエルが、なんとポルティエの手前で姿勢を乱し、ガードレールにクラッシュしてしまいます。ポールシッター断然有利と言われるモナコでヒルに先行を許し、挙句の果てにクラッシュでレースを終えてしまったミハエルは、僕のミス、自分が腹立たしいとコメント。フェラーリでの待望の初優勝はお預けとなってしまいました。さらに後続では、ジョーダンのルーベンス・バリチェロ、ミナルディのペドロ・ラミー、
ジャンカルロ・フィジケラもアクシデントによりリタイアするなど、オープニングラップで5台が姿を消す波乱の幕開けとなりました。さらに3周目には片山右京、4周目にはフットワークのリカルド・ロセットもクラッシュにより姿を消し、いかに難しいコンディションだったかが容易に想像できます。レースはヒルがトップ、アレジが2位で進行し、路面がどんどん乾いていくと、各車はピットストップのタイミングでドライタイヤに交換。ここでポジションを上げたのは、予選14番手スタートのパニスでした。パニスは他車の脱落などで、7位にポジションを上げていましたが、スタートで燃料を多く積み、ピットストップの際に給油をほとんどせず作業を済ませたことで、ピットタイムを短縮、4番手に浮上しました。さらにピットストップ後はファステストラップを連発しながら3位のフェラーリ、エディ・アーバインに迫り、36周目にはオーバーテイクに成功。表彰台圏内の3番手に浮上しました。トップのヒルは2番手のアレジに20秒以上の差をつけて快走を続けていました。しかし、中盤にはそのヒルに不運が襲いかかります。41周目、トンネルに差し掛かったところで、ヒルのマシンのエンジンがブロー。ヒルはこれにより、リタイアを余儀なくされ、初のモナコ制覇がついえてしまいました。これでトップに立ったアレジも、後ろのパニスに30秒以上の差をつけており、そのまま走り続ければ優勝はほぼ間違いない状況でしたが、60周目にリアサスペンションのトラブルによりリタイア。ミハエルと入れ替わりで、この年ベネトンへ移籍したアレジでしたが、ミハエルと同じく移籍後初優勝を逃し、天を仰ぎ悔しがります。これにより、14番手スタートのパニスが、レース終盤についにトップに立ったのです。パニスを追う後続のライバルたちには波乱が続き、67周目には、5位を走っていたビルヌーブが、フォルティのルカバドエルと接触して両者リタイア。71周目には7位に後退していたアーバインがスピンしたところにサロとハッキネンが突っ込み、3台同時にリタイアしてしまいます。雨とアクシデントで長時間に及んでしまったレースは、規定により2時間ルールが適用されることになり、予定周回より3周少ない75周目にチェッカー。2位のクルサードに迫られながらも冷静にトップを守ったパニスが先頭でチェッカーを受けたのです。レースを最後まで走り切り、無事チェッカーを受けたのはたった3台という、史上稀に見る超サバイバルレースを制したパニスは、これが F1 での初優勝となり、リジェにとっては、1981年のジャック・ラフィー以来、15年ぶりの優勝。無限ホンダにとっては初めての優勝となり、翌シーズンのエンジン供給交渉のため現地へ足を運んでいた、社長の本田博俊も歓喜しました。まさに記録ずくめな勝利となったリジェ無限ホンダのこのモナコでの勝利でしたが、リジェは96シーズン終了後にアラン・プロストにチームを売却。1976年から F1 に参戦していたフランスの名門は、その長い歴史に幕を閉じることになり、結果的にこのモナコでの優勝がチームにとっての最後の勝利となりました。いかがだったでしょうか。今回は F1 史に残る超サバイバルレースとなった1996年モナコグランプリについて解説しました。このチャンネルでは F1 グランプリに関する様々な検証解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺で。